はいそれでは12月20日の3問に入る前にお伝えいたします、えー、個別指導についてはあと数時間で値上げとなります本日の23時59分59秒までは現在の値段なんですけども明日に日付変わりますと値上げになっちゃいますなので、えー、理解学習という効率的な勉強をして楽に合格したいと いう方はぜひ個別指導の内容をご確認ください個別指導の内容についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますまた右上にもお知らせボタンえ出しておきますのでそちらからもご確認できますえそれでは3問に入ります不法行為による損害賠償請求権の消滅事項の期間は権利を行使することができることとなった時から10年である丸かバツかという問題です 問題文を確認したい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えは×ですねまず一般的な債権の消滅事項っていうのは権利行使できることを知った時から5年または権利行使できるときから10年なんですね、まあ、これは基本なので必ず頭に入れておきましょうでえ今回は例外的な話なんですね不法行為による損害賠償請求権例えばなんですけども物損ですね物を壊されたとか まあ、そういった場合です。そういった場合、被害者、またはその代理人は、損害及び加害者を知ったときから3年間、行使しないときは、事故によって消滅します。なので、今回の問題は誤りになります。でまたですね、不法行為のときから20年、これを経過しても権利が消滅します。つまり、物を壊されてから20年経過したときも、損害賠償請求権は消滅します。 でこれをさらっと読み流すと痛い目に遭うんですよ。これどういうことかっていうと、損害と加害者を知ったときから3年って書いてあるんですね。でこれっていうのは、損害と加害者、どちらも知ったときから時効期間がスタートするってことなんですよ。例えば、物を壊されて、加害者がわからない場合、こういった場合っていうのは、壊されたときから3年経過しても、時効消滅はしないんですね。 ただ、そういった場合っていうのは、二のルールから、物を壊されたときから20年経過すると、これ、損害賠償請求権は消滅します。つまり、1、2、まあ、どちらか一方ですね、先に到達すると、事故によって消滅するんですけども、一番について、加害者がわからなかったら、3年の事故期間スタートしないんですよ。一方で、二の、この不法行為のときは20年、これは事故期間、ずっと経過しますよ。スタートし始めてますので。 加害者がわからない場合は、この3年経過しても大丈夫ですけども、こっちの20年を経過すると、〇にえー、が原因で権利が消滅するよという話です。で、この問題なんですけども、関連ポイント非常に細かいんですね。でなので、えー、これは個別指導で解説いたします。で、この関連ポイントが、まあ、本試験に出やすい部分なんですよ。ただ条文レベルなので、しっかり頭に入れておけば得点できる部分なんですね。 実際、改正民法になって、すごく細かくなりましたので、個別指導ではその点までお伝えしたいと思います。では問いにですね。え、タッが登録の移転をした場合、その移転後の取引書の有効期間は、登録の移転の日から5年である、丸か罰かという問題です。答えは罰ですね。登録の移転の日からではありません。登録移転により、新しい取引書を交付してもらった場合、有効期間っていうのは、 従前の取引証の有効期間が引き継がれます。つまり、前の取引証ですね。の有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり、登録移転前に取引証を3年間使用していたと。その場合、登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから、取引証は残り2年なんですよ。使えるのは。 この点はちゃんと頭に入れておきましょうで。個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問い3ですね。農地法第3条第1項、または 農地法第5条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。丸かツかという問題です。これは丸ですね。3条許可っていうのは、農地や再送放牧地の所有者が変わる場合に必要な許可なんですね。で5条許可っていうのは、農地や再送放牧地などを宅地などに転居をして、さらに所有者も変わるっていう場合です。 そういった場合に必3乗許,、ね、許可を受けずに売買契約をした場合この売買契約っていうのは無効になりますつまり所有権移転の効力は生じませんまたえ五乗許可を受けずに売買契約を締結した場合これも無効になって所有権移転の効力は生じませんまたこれ農地を転用してますよね3乗許可では農地転用ないですけども五乗許可は農地転用があるっていう点で違いますよね で、農地転用した場合は、現状回復の措置を命じられる可能性があります。この点までちゃんと頭に入れておきましょう。まあ、今日も関連ポイントがすごく重要な部分になってきますので、関連ポイントがどこかっていうところを自分自身で調べながら、えー、絶対頭に入れておきましょう。この問題が解けるだけでは、実力って正直上がらないんですね。関連ポイントまで一緒に頭に入れて、初めて実力って上がってくるんですよ。だから一問一問の答えが分かるだけではなくて、関連ポイントも含めて、 一緒につなげて頭に入れておくってことが非常に重要になってきます。これできてないと、正直、本試験で大体引っ掛け問題に引っ掛か,かったりするんですよ。なので、その関連ポイントまでは、この動画ではお伝えしておりませんので、無料動画ではお伝えしてませんので、その点は個別指導になります。もし自分自身で関連ポイントまで勉強できないっていう方は、ぜひ個別指導をご利用ください。あなたの受講をお待ちしております。 いや個別指導は明日になったら値上げになりますのでその点だけ注意していただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした